柳井啓志郎のシンプルテニス。さあ今度はスマッシュに行きましょう。スマッシュっていうのはテニスの中で一番豪快なショットですよね。上に上がってきたものを叩き込むという、ところが豪快なショットの割にはこう皆さんテニスをやってる人たちのショットを見ると意外と決まらない、意外とミスが多いということを目にします。これはなぜかというとやっぱり難しいんですね。サービスとスマッシュがつまりこう縦の動きって言いますかね、ラケットを下から上に回しながら、あるいは上から下へ下ろしながら打つショットなんですけども、サービスは自分のタイミングで自分の打ちたいところにボールを上げることができるという利点があります。ですから相手のショットに左右されないということです。ところがスマッシュは相手の打ったボールを、しかも空高く打ったボールを自分で見極める。